はよう。篠原さん、どうしたんですの？早朝レッスンやったら、教室まで来るのに30分くらいかかった。お疲れですのね。席まで私が支えますわ。なんだかこの感じ、入学式の日を思い出すね。教室どこ？はあ、人が倒れましたわ。あなた大丈夫ですか？はあ、誰？私、倉本千奈と申します。1年2組の新入生ですわ。そんなことより、あなたの方が大変。同じクラス、私、篠沢ヒロ。シナ、教室まで連れて行って、少しだけ、支えてほしい。もちろんですわ。そんなこともありましたわね。あの頃より私たち少しだけ成長した。少しじゃありません。とーっても成長してますわ。現実が見えてないところは成長してないかも。ひどいですわ。シナ、さっきからずっと笑ってる。だって楽しかったんですもの。ふわふわと飛ぶ綿毛が素敵でしたわ。あんなのどこにでもあるよ。私、車で通学してますでしょ。普段そこにあるような草花を見る機会は少ないんですの。篠沢さんのお散歩についてきて正解でしたわ。はあ、私も一緒に散歩ができて楽しかった。シナ、付き合ってくれてありがとう。これくらいでしたらお安いご用ですわ。今度は花見さんも一緒に3人でお散歩しましょう。うん。